女の子が14歳、そして男性の方は18歳です。昨シーズンのジュニア世界選手権のチャンピオンです。高さをうまく利用したジャンプですね。今のは3回ですか。はい。いや、こちらも片手で軽々と。曲はキャラバンです。このペアはなかなか若い割に無理な曲をうまく使ってますね。そうですね、あの女性の方がとても表現力がありますね。でもピンと伸びてるデスパイラル。さあ、完璧ですね。これもトリプルでした。ダブルアクセル、ダブルチャーリーのコンビネーションジャンプです。そして曲が変わりました。場内の観衆を全て自分たちに引きつけてしまっています。スローダブラッシュ、素晴らしいですね。投げの2回転半ジャンプです。いや、明快。あららら、なんかこのペアはあの女性の方がしっかりしてるみたいですね。そうですね、やはりあの体が小さい分やはり疲労度が少ないんじゃないでしょうか。このペアというのは4分半、まあ、女性にとっては大変なんですけども、男性にとっても4分半というのはきつい時間でしょう。そしてまたガラッと変わりました。14歳でこの曲を表現できるというのはちょっと日本の選手じゃできないかもしれないですね。グリーンとこのスケートカナダで優勝しましたペアの演技をご覧いただきました。
いかがでしょうか。そうですね、やはりソビエトの層の厚さっていうものを感じます。そうですね。